王妃と国屋王妃と国屋は、兵庫県神戸市出身の元サッカー選手、サッカー指導者、サッカー解説者、日本サッカー協会第13代会長、現、名誉会長。3人兄弟の末っ子として生まれ、神戸市立本山中学校2年時にサッカーを始める。神戸高校卒業後は1年の浪人を経て、1964年に、慶応義塾大学文学部に入学。 慶応大には2年留年のため6年間在籍し、関東大学リーグでは6年連続全試合出場。大学時代は4から2から4の中盤の選手としてプレーし、1969年度の全日本大学選手権大会では、王妃とのゴールにより、立教大学との決勝戦を1から0で制し、優勝を決め、日本学生選抜では首相を務めた。 卒業後は1970年に三菱重工へ入部。当初は中盤の底の守備的なポジションでプレーしたが、やがてストッパー、リベロ、サイドバックとしても起用された。三菱重工では JSL、天皇杯、JSL カップでの優勝を経験。1973年には年間優秀11人賞に選ばれ、現役通算成績は212試合で1得点。 JSL 通算成績は119試合1得点、4アシストを記録。日本代表としては1972年6月のコベントリーシティとの試合でデビューし、通算で国際 A マッチ44試合に出場したほか、1976年から1978年には、高知県人として二宮博監督を支えた。1978年から高知県人となり、 1979年に現役を引退。引退後の1984年39歳で三菱重工監督に就任。1986から87、1987から88と2年連続でリーグ3位となるが、1988から89シーズンは12位となりチーム史上初の JSL2 部降格が決まり、 その責任を取って、監督を辞任し社業に専念。新設された、レジャー流通施設部に配属され、福岡ドームや横浜アリーナなどのスタジアムの開閉式屋根や、稼働席、人工降雪機などの装置を売る営業マンとして従事。テレビ東京、三菱ダイヤモンドサッカー解説者も務めた。1992年に日本サッカー協会に入り、特任理事。 施設委員会委員長、理事、協会委員長、技術委員長、2002年強化推進本部、副本部長、常務理事、女子委員長、フットサル委員長、副会長、会長を歴任。アジアサッカー連盟セキュリティ委員、J ヴィレッジ代表取締役副社長、日本フットサル連盟会長、日本フットサルリーグチェアマンも務めた。 協会委員長時代は1998年の下も、甘根監督皇徹から岡田武史監督への交代や2002年のフィリップ・トルシエ監督就任に関わり、川淵三郎会長の下で副会長を3期6年に渡って務めた。2012年6月24日、第13代日本サッカー協会会長に就任し、同年8月からは国際サッカー連盟加盟協会委員会委員を 務めた。2014年3月29日に再任され、現在に決めを務め、所信表明では、不安はあるが、覚悟を決めて重責に取り組んでいくと述べ、2016年3月には、会長を退任し、名誉会長に就任。後に日本サッカーミュージアム館長に就任し、同年11月には、朝日賞受賞を受賞。現在は、日本トリム社外取締役。 妻と、数を数めがいる。妻の陽子は日本における女子サッカー創世期に審判員を務めていた。慶応大と三菱で共にプレーした一歳年下の、村越勝美は議系にあたる。2012年夏、ロンドンオリンピックの男子サッカー3位、決定戦において、韓国代表の僕、松友が、徳島は我々の領土と、 韓国語で書かれた政治的メッセージを掲げた問題で今までもいい関係を築いてきたのでこれからも一緒に頑張りましょうということ。これからは FIFA と IOC がきちんと調査するあのパフォーマンスについては誠に残念だ。両協会はこれまでも友好関係を築いてきた。それはこれからも変わらないし発展させていきたいという発言を行った。この発言に対して 韓国市は、大人会長が、フィーハと IOC の手でこの問題を一日も早く、終わらせてほしいと思うと発言した、日本サッカー協会が、韓国サッカー協会に、和解の意思を示したとの解釈を行っていると、J、キャストニュースは報じた。2014年末に代表監督だったハビエル・アギーレに、過去のヤオチ疑惑が持ち上がり、同年12月に、スペイン検察から告発されると、 アギ入れの去就が問題となる。翌2015年1月23日に UAE に敗れ AFC アジアカップ2015ベスト8にとどまった試合直後に続投かと聞かれた大人はそうですと答え十分やってくれた。いいチームだったと総括した。しかし2月2日までに同国バレンシアの予震裁判所に告発が受理されたことが確認され。 JFA は翌2月3日にアギーレを解任。2月12日の理事会において任命責任はなしと判断されるも給与の50%を4ヶ月間返納することを自主的に申し出る。ありがとうございます。